よし、ちょっとじゃあね、まずコーヒー入れて、サンドイッチ食べて、少し腹をぐしゃにしてから始めようかな。ああ、いい匂いが漂ってきた。朝の匂いって感じだな。注がれてますね、これコーヒーがね。多分すぐ飲み切るから保温は消すか。美味しい。ちょっと朝飯食べて腹ごしらえ。で、中の、コーヒーの粉を処分するんだけどね。俺は生ゴミ、まあ、肥料、まあ、堆肥というかね、肥料として使うので。これね、ちょっとしっかりしたビニール袋を二重にしてね、もうちょっと冷ましてから冷蔵庫に入れるか、っていう感じで、ちょっと肥料の生ゴミね、こう溜めてます。まあそういう感じでね、こう、まあ一回一回、こう、ね、コーヒーの豆の部分ね、粉の部分を洗うんだけど、この上の部分はなんかね、こう、コーヒー入れるときに、こう、ここにお湯が通って、ここがお湯によって洗浄されるらしいので、ここは別に洗わなくていいらしいですね。うん、結構こういう、手入れが結構割とね、こう、楽な、ちょっと珍しい、製品みたいですね。パナソニックの NC-A57。電気屋のね、こう店員の人が言ってました。ちょっとお手入れは楽ですよって。なんか自動でね、コーヒー入れるときにこう洗ってくれるからって言ってましたね。で、洗ったやつを、まあ、本当はちょっと乾かした方がいいのかもしれないけど、こうって入れて、こんな感じです。今日はね、まずとさっき言ってたね、こうちょっとここら辺近辺を、まあ、ここら辺周辺をね、あとちょっとここもね、片付けたいですね。台所ね、やっぱこう、綺麗さっぱりこう片付いてないとやっぱね、いい料理もできない、美味しい料理もできないからね、という感じでちょっとここから、ね、整理していこうと思いますね。まあ、ここの上とか、ちょっとね、なんか分類分けが最初やったんだけど、なんかやっぱ結局乱れてきてるから、ちょっとね、これね、ここがカレーのスパイスなんだけどね、ちょっとここも少しごちゃごちゃしてたし、ここもなんかちょっとよくわかんない場所になってるかな。オッケー。ちょっと冷蔵庫もね、ごちゃごちゃしてますね。なんかこうね、ちゃんと整理してやらないとダメだね。まあ、冷凍庫はそんなにね、悪くはねえか。ちょっとこう汚いな。一回全部こうバーってどかして、新しくね、こう、構築していくしかないかなって感じでね。オッケー、スイッチ入ってきたぞ。これ一回スイッチ入っちゃえばもうね、おいって感じでね。もうね、こう、まあ、最強なんだけどね。多分人間ってそうなんだよね。こう、スイッチ入るまでが大変なのね。やっぱりね、こうちゃんとやんなきゃもう人生変わりようがないからね。もう本当にもう、俺の人生もうほとほと嫌だーってなったらもう、覚悟決めてね。もう無理、徹底的に片付けてやるみたいな感じで、もう気合い入れて、人生かけて片付けとかね、掃除するしかないですね。もう部屋の状態イコールもう自分の人生ってのとか俺は思ってるからね。結構ね、本とかでもよくかかってるしね、そういうふうにね。
本当はね、アルコールコシュシュシュってやった後、あんま拭き取らない方がいいんだけど、すぐね、物を入れちゃうから、ちょっとある程度、少し、あの、水気、アルコールの水気拭き取ってます。ちょっとね、こう、一つ一つ入れてたカゴもね、ちょっと汚れてたりするので、ここは、お湯で洗ってね。あ、ご飯炊けた。卵かけご飯の上にいただいた、ザーサイ、明太、舞茸、昆布、野沢菜漬け、オイルサーディン、ごぼうの漬物、梅干し、あと、あの、ニンニク、味噌ニンニクです。いただきます。ちょっと雰囲気出すために、あえてちょっとここで食べます。よし、待った。よし、やるか。ふにゃーって感じだよね。やべ。ちょっと顔もちょっと洗って。家賃収納していくのね。はい、こう、顔ね、ちょっとね、洗って乾かしてるんですけど、ここのね、4段あるんだけど、まあ一番上から2番目、あれかな、ちょっと頻度が高いものを入れようかな、よく使うもの。あと、ここもだね。この上の2段ちょっとよく使うもので、で、下2段はちょっとあんまり使わないものを入れようかな。で、一番下はちょっとあれかな、こう、空に近い状態にしてといいかな。まあ全部ね、ぎっしり詰める必要ないし、あのね、ちょっと余裕持たせて、空きスペースもね、ちょっと必要だからね。で、こんなにいっぱいあるからね、ちょっとね、全然使ってねえなっていうのは、あっちの方に、こう少しね、まあ、第二軍のね、子たちはちょっと、あっちにこう、休憩してもらおうかなっていうね。まあ、こっちのね、いっぱい使う一等地にはね、やっぱもう、本当に、すごい頻繁に使うものしか置かないで、まあね、あんまりぎゅうぎゅうにね、収納しないでも、ちょっと割ともう、余裕持たせた収納にした方がいいのかもしれない。こういう感じでちょっとやってみた。今ちょっと甘酢ギフト届いたんですけど、はずきレンタンと、レンタンと一緒に出ちゃった。間違った。ちょっと。こんな感じになってんだけど、ここスパイス、あとここスパゲッティ、あとカレールーとかで、あとこっちこうラーメン、インスタントラーメンと、まあカップラーメン。ちょっと重いかな。あんまりね、よく頻度が高いところはあんま重くね、しない方がいいと思う。こんぐらい大丈夫かな。ちょっとなんかね、こう少し細かく分けてみました。わかんない。継続してね、できるかわかんないけど、お茶、緑茶とかほうじ茶、で、こっちが紅茶、こっちハーブティー、これこっちコーヒー、で、こっちだしね、かつおだしとか、かつお節とか、昆布とか、煮干し、で、重曹に、こう、蜂蜜に、ちょっとね、ごまとか、ちょっとその他調味料に、ラーメンの調味料を、下はね、ちょっとこう、頻度が少ないものこっちにあって、まあ、未開封のちょっと調味料とかね、調味料とか、まあ、ケチャップとか、未開封の。で、これはちょっとね、青さ、青のりと、あと、お好み焼きのね、粉と、あと、山芋の粉、お好み焼き使うときね、あんまり頻度は高くないんだけど、ちょっとお好み焼きセット。で、こっち、こう、春雨とかね、ちょっと片栗粉とか、まあ、ちょっとその他、餅とか、そうめんとか。ちょっとこっちはね、こう、頻度が少ないものだね。でね、すごく頻度が少ないな、とか、ほぼほぼ使ってないな、こっちにちょっとこう、まあ、置いてある形で、ね。まあ、これはこれでね、あっちにスペースにちょっとまたこう、整理してね、やっていくんだけど、とりあえず今日は、一等地、第一等地をね、少し整理しました。なかなかあれだね、一日でバシッとやりたかったけど、ちょっとここだけかな。冷蔵庫の中ちょっとまだ今日やってねえな。うん、まあ、そこ、今日こんな感じかな。コーヒーのあれだ、フィルターあったわ。ちょっとね、使わない食器はもうどんどんね、もう、一等地からもうどんどん取り除くべきだね。うん。もう食器もね、まあできるだけ少なく。うん、少なく。
All I need a hip 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 All I need a hip 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 All I need a love ここにちょっと綺麗なねタオルこう2枚置いてこう洗ったものを洗ったあの食器をここにもう逆さにやってこうやってこう乾燥させてでここがもう普通に収納って感じでもうここに、もう収まる分の食器しかもうあの第一等地には絶対出さないっていう状態うんついついね洗ったね食器ねこっちにあったのがこうもうここがもう飽和状態になってもうなんかうわーってなってたからそうじゃなくてもうここにね、まちょっとこうでっかい分でっかいやつのね収納ちょっともうちょっと考えた方がいいかもしれないけどなんか取ってあって、ね、なんかちょっと出っ張ってて気持ち悪いからやめここやめようはいこっちの下段はまあ、こちらの普段使いの食器なんだけどこちらのなんかタッパーとかねこうちょっとこうまあ洗って、乾燥させるのにちょっとねあのキッチンペーパーこうちょっとあの今のところ置いてきましたけどまあ布買ってきてね感じで、まあ、こっちタッパー類ちょっと乾かすところ。本当はね、地面に接したとこはあんまり置きたくないんだけど、まあ、とりあえずちょっとこういう風にやってみました。で、こっちがね、箸、うん、とか、まあ、包丁、よく使うやつ、頻度が高いやつで、この上ね、まあ、ちょっと何も置かないっていうね、マイルールだったので、まあ、これだけね、あの、なんか飲み物セット、うん、いつも俺ここに置いてんだけど、まあ、常温だからね、こうすぐ飲み切るような感じで、こういつもここに飲む。で、冗談何も置かないっていうね、中段洗った食器、で下段こうタッパーかなはいという感じでねこう上に何も置かないのがねまあ甘くあれはまあ飲み物ねまああれなんだけどいいんだけどちょっと一応ねここは何も置かないスペースってことで実現しましたよっしゃでこっちね、まあよく使うビニール袋とかここあとまあちょっとあのあっちに高さ的に入んなかったらみりんとかちょっとこっちやってみりんオリーブオイルちょっとよく使うからあとこっちはまだ未定だね。ね、ここはあの皿をちょっとね、平皿を置くことにしました。皿はね、やっぱり、ね、なかなかこうあの、ほら、平べったく置くと、あの場所取っちゃうから、立てて、これはあの、100均でね、こう、売ってる、なんだろう、本立てというか、こう、あの、ファイル立てで、あの、入れるやつね、100均のやつ。で、下にキッチンペーパー、こう、ちょっと敷いて、まあ、水ね、吸収するような形ですね。ここに置いてあった、あの、洗剤とかを、一番下段に置いてますと。はいよ。一番下はそのあれだな、こう、掃除とか、そういう関連でしようかな、洗剤とかね。で、二段目からが、まあ、食品って感じでしようかな。ってな感じでしたね、今日はね。はい。まあ、この冷蔵庫の上にね、こう、電子レンジ、買おうかなと思いますね。あっちの裏にコンセントあるから。え、お後ですね、おとといですね、Amazon ギフトで紹介させていただいた、その、名字、本名を伏せさせていただいた、頭文字 K さんという方ですね、ちょっと名字だけね、こう公表して、大丈夫というね、メッセージいただいたので、信州野沢菜のしぐれというね、漬物、ご飯のお供をいただいた方ですね、送り主様、高田様ですね、高田様、バイトと YouTube 活動の両立頑張ってください、復活してくれた君にありがとう、高田。っていうね、高田様からいただきました。ありがとうございます。早速ね、いただきましたね。美味しかったです。